豊臣秀吉が建てた長浜城の城下町として栄えた長浜市。まずは人気の観光エリア黒壁スクエアへ。これは素敵ですね。また何が素敵ってこう余計な BGM がなくてすごい静かで落ち着くんです。お？お？うわ、サバの香りしてきた。サバそうめん行きましょうよ、行きましょうよ、ね、早速取材交渉です。すいません、あの朝日放送旅サラダという番組なんですけれど、あ、こんにちは、あの、ありがとうございます、すいません来てしまいまして、ありがとうございます。中でも食べていただく感じだけですかね。そうなんです、あの私一人でちょっと。あ、そうですか、はい、あの時間的には今でもいい感じ。むしろ今でいいんですか。今のがいいです。いいですか。いいです、はい、ありがとうございます。トントン拍子で取材 OK いただきました。長浜名物焼きサバそうめんの登場です。こちらがサバそうめん。これがサバそうめんですか。これがサバとそうめん、そのままですけど。驚き。焼いたサバを甘辛いだしで煮込み、その煮汁でそうめんを煮て作る長浜の郷土料理です。きれい。うわ、またいい香り。煮汁で、うん、うわ、ここ痛い。最高。顔ねじって食べたね。サバ自体のお味が濃くて甘いんですよ。だけどそうめん自体にも味付いてるのに、なぜかこうあっさりさっぱり爽快な春夏秋冬も年中食べたいおそうめんですね。おいしい。さらに美味しいものがないか聞き込みを続けていると、もみじ屋さんののっぺうどんっていう、のっぺうどん、のっぺうどんとかね、のっぺうどん、何やら地元で人気ののっぺいうどん。こちらのお父さんも、もっと手前からのっぺうどんだろうか、のっぺうどん、これぐらいの OK やつ。おあれ美味しいね。あれいいもの持ってますね、お父さん。ちょっと見せていただいていいですか。今どこだ。今この辺でしょ。のっぺうはこの辺でしょ。丁寧に場所を教えていただき、おすすめのもみじ屋さんへ。さあ交渉の結果取材 OK。地元で大人気ののっぺうどんの正体は、のっぺりしてんのかな。そうだね。はい、どうぞ。こんな大きいですか。はい、今度1人前です。これ1人前。はい、お母さんだ。うわ、え、また蓋があるみたいに椎茸が大きいですね。え、椎茸どこが椎茸。鰹と昆布で取ったあんかけだしののっぺうどん。この巨大な椎茸を丸ごと乗せるのがこちらのオリジナル。まずはこの椎茸から。椎茸の弾力あってプルンプルンしてて美味しいですね。そして全ての出汁の旨味が染み込むよう、あえて柔らかめに仕上げたという自家製うどんです。のっぺこい、のっぺこい、美味しい。カツオと昆布でこんなにお味が出ます。なんか椎茸も味で出るような、まあ、椎茸は最初にちょっと下味つけました、ね、なるほど、味が深いですね。さらに聞き込みを続けていると有力情報が。希少価値のあるカモに扱われてる。あ、そうなんです。おお、住本さんです。住本さん、こちらも長浜の名物だという鴨料理。これは食べたい。早速お店へ。ここです。すいません、突然ごめんなさい、あの旅サラダという番組のものなんですけれども、はい、ありがとうございます。すいません、あのこちらで鴨料理がいただけるって聞いて。そうです、はい、食べられますか今ですか。そうなんです、実は今無理です。今無理ですよね。そうですよ、ね、あのシベリアから渡ってくるマガモっていう種類のカモを扱っているんです。一年中はないんです。今の時期ないんですか。ないんです。マガモは冬にしか食べられないんです。これは残念、肩落とし町をさまよっていると。詰めちゃった、はい、救世主だ。ヒロトです。旅サラダ。あ、そうです、そうです、今来たんですよ、ちょうど。あ、そう、はい、声をかけてくれた番組のファンだというお父さん、実はこの方今回の救世主なんです。カモ漁、カモ漁やってるんじゃない。一個もはほら聞いた、いやまだ言ってない。一個もな、ここそうそう、二つ目曲がって右なんやけど、はい、何のメニューがあるんですか。いや、ほんでカモの燻製だけ。美味しい。これだけ専門にやってる。食べたことありますか。
あると思う。あると思う。ちょっと高いでなかなか。あらまあ、でもいいですね。プレゼントいいですね。プレゼントにはいいと思う。ね、これ全国発送間違いない。間違いない。全国発送すごい。カモ料理を諦めたところに現れ、まさかのカモ料理を教えてくれたお父さん。言われた通りに向かってみると、カモロースと書かれた看板が。美味しそう、美味しそう。立派なお肉。ね、立派なお肉。交渉の結果、取材 OK いただきました。鴨と鮎の加工品を専門に作っておられるこちらのお店、さっきのお父さんが教えてくれた商品がこちらです。プレミアム、うわ大きい、おプレミアム、美味しいですね。燻製ではなく、アイガモの胸肉を焼いてから醤油ベースのタレで煮込んだ一品。日本全国にファンがいる、知る人ぞ知る人気商品なんだそうです。これは大変だ。結構薄くじゃなくて厚めにこう切っていただいて大丈夫。もう今ね、切れた瞬間にもう口の中の唾液がすごく分泌されました。ボリューミー、いただきます。あー美味しい。皮の香ばしさはありますし、このお醤油ベースだからこそ鴨の旨味をすごく引き立てるんですよ。すっごい美味しいです。もう一枚いっていいですか、ね、このこれをね食べるときにね、はいはい、ちょっとだけこの山椒をねちょっと振るとちょっと美味しいですよ。白はね山椒も、おー、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかプレミアムっていう名前がつくのがよく分かりました。はい、毎週金曜の研究所リーダー原田洋平さんとお伝えします。おはようございます。お願いします。さて、この夏、この埼玉の川越が若い人たちに大人気ということですが、キーワードなんでしょうか。はい、今日のキーワードはこちら、マキリン。マキリン、埼玉県川越市、通りを歩いてみると多くの女子中高生や大学生などの姿が。実はこの夏、川越に多くの若者が押し寄せているんです。都会じゃない感じに触れようかな、うん、せっかく夏休みなんでいろんなとこ行きたいなと思って。川越の何が魅力なのか、今朝はその人気の訳に迫ります。まずこの埼玉県川越市、東京の池袋駅から特急電車で30分程度で行ける場所なんですね、うん、あの小江戸の川越っていうふうに呼ばれていて、都心からとっても近く、それから昔ながらのこういう建物が残ってる街としても有名ですよね。綺麗な街並みですけど、では今なぜこの川越に若い人たちが足を運んでいるのでしょうか。はい、その川越の魅力を取材してきたので VTR をご覧ください。魅力その1、浴衣でタイムスリップ。風情のある建物が並ぶ川越、そこで多く見られたのが浴衣姿の若者たち。実はこの浴衣、ほとんどがレンタルだといいます。なんか浴衣着たいなと思って、でなんか川越で結構浴衣着てる人がいるっていうんで。みんなインスタとかにアップしてて、浴衣を着て回るみたいな。はい、レンタル料は1日1人3000ほどなんですね。で 2,3 年前からレンタルできるお店が増え始めて、現在はおよそ10店舗あるというんですね、はい、カップル割もあるそうです、うん、魅力その2、鈴の音に導かれ。浴衣を着た女子たちが、まあ、必ずするのが、はい、SNS にアップするための写真撮影。今一番の撮影スポットとなっているのが、3年前から神社の中に設けられた風鈴回廊です。若い女性がインスタグラムなどで発信すると、たちまち多くの人が訪れるようになったといいます。これも SNS で見て、アップされてるから、フォトジェニックな感じで見に来ました。実際に街中で取材していても、風鈴の写真を SNS で見て川越に来たいと思うようになったっていう若者が多くいたんですね。魅力その3、意外な夏のスイーツ。さらに川越で今話題のスイーツが、こちらのかき氷、なんと地元名産の醤油味なんです。なんかみたらしっぽい。いい感じでした。
他にも川越名産のさつまいもを使ったソフトクリームなど夏のスイーツがたくさんあることも魅力の一つなんですね。はい、この川越、あじさんいかがですか。いや、ずっと前から興味があって、うん、一度行ってみたいなと思ってる街で、うん、はい、みかちゃんも気になってましたもんね。はい、私埼玉県民なのでやっぱり嬉しいですね。そうなのか。なんですけど行ったことないんですよ。なので私も行きたいなと思います。まあ、でも原田さん、改めてその川越が若い人たちに人気の理由を教えてください。はい、それが今日のキーワード、マキリンということなんですけど、これはどういうことかというと、こちらなんですけれども、風鈴などが人を寄せつけるということで、まずマキリンというのは釣りの巻き絵のように風鈴などが人を寄せつけるという意味なんですね。で、どういうことかというと、まあ、浴衣や風鈴など懐かしのアイテムが川越にいっぱいありますから、川越に行くと一昔前にタイムスリップすることができるんですね。で、それを写真に撮って SNS に上げるというところが若者に刺さっているということなんですね。で、それらをここ 2,3 年川越の住民が一致団結して街を盛り上げようとうまく活用したのが若い人に刺さっているということなんですね。はい、ぜひね、海香ちゃんも視聴者の皆さんも川越行ってみてください。はい、以上、あるなりでした。